まあ、今日は青柳のピッチングがすごい良かったと思います。まあ、1点取られましたけども、やっぱり、まあ、自分の見る中では、ベースの上のボールがやっぱり強かったという印象がすごい強いです。なぜかというと、やっぱりファールになるケースがすごい、巨人のバッターが多かったんで、結構甘いボールもあったけども、まあ、その辺を前に飛ばないで、ファールにしてるんじゃなくて、前に飛ばせなかったっていう、そのベースの上の、まあ、シンカーであるとか、まあ、スライダー的にはちょっとコースは甘かったけども、まあ、丸なんかも結構甘いボールあったけども、ちょっとタイミングがずれて、まあ、振らなかったりしてたんだけど、それ以外のバッターはやっぱりいいとこにボール行ってたし、前に飛んでないっていうのが、今日の青柳の良さっていうか、そのベースの上の変化がすごいこう、キレがあったった。そんな風に、まあ、見えました。な、もう7回まで投げ切れて、阪神のペース。もう7回まで行くと、まあ、岩崎とスアレスっていうね、勝ちパターンまでいけるので、先発が7回まで投げると、何も考えなく、まあ、変えられると。まあ、そこでまあ、打たれようが、抑えようが、まあ、そこはもう、勝ちパターンなんで、まあ、そこはもう、まあ、阪神がそこで逆転されても、岩崎であるが、誰であるがしょうがない。まで投げてくれれば、本当に逃げるパターンになるので、まあ、スアレスの場合は本当に安定してるんで、まあ、9回に行っちゃうと、まあ、負けはほとんどこう考えなくてもいいのかな。もう勝つのはもう90%は勝てるんだけど、打線の方はやっぱ5回のやっぱり満塁で、やっぱりもう1点、2点取っておかないといつもこういう苦しいゲームになってしまうっていうのが、今、最近の試合でずっと続いていったのが、やっぱり気になるところで、ここで5回で、相手のエラーもあって、チャンスをもらったのをゼロっていうのはちょっと寂しいかなと。まあ、特にもうクリーンアップに回ってきてるんで、やっぱりそこで1点、ないし2点取れれば、こんな接戦しないでもっとまあ楽に勝てる試合になってたんじゃないかなという気がします。やっぱりこういうところで取れないのが、今のやっぱりこう危ないゲームが結構多いっていう試合になってるような気がします。ここでもう1点でも2点でも中押しができれば、中継ぎのピッチャーも休ませたり、いろんなケースができるので、もうちょっと得点力が上がってこないと、やっぱりこの辺が、今苦しんでる阪神の、まあ、一個だと思います。もうちょっとあそこの中押し、ダメ押しを取れるような、まあ、打線になっていかないと、まあ、ヤクルトを追いかけるにはちょっと苦しいかなという気がします。まあ、今日は本当に青柳のナイスピッチングだと思います。ここまで来たら絶対そうなる。もう本当に、まあ極力だけども、やっぱりツーアウト三塁とか、まあそういう時でも、やっぱりこう行ってもらわないと、スアレスしか頼むピッチャーいないので、これはもう、まあ本人も多分分かってるだろうし、まあ性格的にも一緒にやってて、いやーとかいうような選手じゃないんで、意気に感じて投げれる選手なんで、もう全然そういうことは思ってない選手なんで、まあ、どんどん、まあ、もともとね、先発もできてるから、イニング投げれるんで、全然問題ないと思います。まあ、タフだし、全然、もう本当に、ここからは、そういうケースで、もう例えば、日曜日で、明日ゲームないったら、8球も投げないといけないような試合も出てくると思う。で、そうなった場合は、我慢して、ツーアウト、ランナー、サードとかね、セカンドの時はもう行ってもらうとか、まあ、これはもうやっていかないといけないし、本人も意気に感じて投げないといけないと思います。ただまあ、左ピッチャーだったからしたと思うんだけども、まあ、ちょっと2が、まあ、ヒットは打ったけど、相手にしたら全然怖くないよね。まあ、ファームで、まあ、打ってたのかどうか分かんないけど、まあ、それが、まあ、大山の代わりに3番に入るっていうのはどうかなというのはあるけど、まあ、これ相手にしたらもう本当に、まあ、ちょっとコントロールいいピッチャーだったら、まあ、打たれないだろうし。まあ、打てないだろうしになっちゃうんだけども、だったらまあ、もうちょっとこう、名前のあるバッターの方が相手としたら嫌だよね。俺だったら本当にまだ、まあ今日は左だったからあれなんだけども、まあ、糸井であっても打てる、打てなく、関係なくして、まあそういう名前で、やっぱり相手のピッチャーが警戒するっていうのも、ピッチングの中にあるんで、まあ、及んでるくらいだったら警戒されないよね。まあ、俺だったらどんどん勝負いっちゃうよね。まだまだそれくらいのバッターだと思う。まあでもね、本人にしたらもう3番を打てたっていうのもこれからいい機会だったのかなっていう気もするけど。うん。まあ将来的にね。うん。
今日のゲームは、西君はアクシデントで2回、交代したんですけど、何があったかは分かりませんけども、多分足とかじゃなく、指の方じゃないか、見る限りはそんな仕草だった。そこはともかくして、あとは中継ぎがしっかり、抑えたっていうのは、今日の引き分けにつながったかな。馬場君に代わって、馬場君がしっかり2イニング、1回と3分の1だけども抑え。次、伊藤君も抑え、アルカンダも抑え、最後、スアレスまでつないで、なんとか引き分けに終わったという、負けないでよかったかな、巨人の打線もしっかり、もっともっとこう点数取れるチャンスあったんだけども、やっぱりその辺がすごい目についた一戦でした。大山いなく、島田を1枚、島田もヒットを打ちましたけども、ちょっと荷が重いかなっていうふうに思う。昨日も言ったけども、やっぱ名前でピッチャーはプレッシャーじゃないけども感じる部分があるんで、島田の1番がどうだったのかなっていうのも多少、僕の意見としたらあります。近本3番が悪いとかじゃなくて、1、2番が調子がいいので、1、2番で3番のところを、俺だったら糸原にするとか、そのチャンスに強いバッター、三振しないバッターを、置く手もあったのかなというふうに考えるところもあります。調子いいから3番じゃないのよね。やっぱり、塁に出てることが大事であって、やっぱり塚本君が塁に出ることによって、盗塁もある、いろんなことがあるっていうのを考えたら、やっぱり1番は外しちゃいけないと思う。これは俺の考えね、今言ったみたい。そうじゃない、調子いいから3番じゃなくて、じゃあ、今日の1、2番は、これ見る限りは塁に出たのって、何回だ、7回は打ったけどね、それまでもう2番、1、2番で、6タコだよね、こういう言い方は悪いけど。ってことは、チャンスが、塚本の前にチャンスがないとこって、結局、塚本がチャンスメイクになってて、で、ツーアウトだから、丸って打つだけだから、全然打てなかったっていう今日の試合の結果なんだよね。これが近本が、昨日も3本、今日も3本、塁に出てたら、また違う結果が出てたかなと。で、3番を、誰にしてもいいんだけども、俺は近本じゃないなと思ったね。結果では何でも言えるんだけど、でも塁に出ないと、ホームに帰ってこれないから、それを今の阪神で言えば、大山がいないんであれば、糸原を3番に据えて、やっぱりチャンスに強い、三振も少ないっていうバッターの方が、理想的かなっていうふうには思ってオーダーを見てたんだけど、結局、近本の調子前にランナーが出なかったら意味がないってことだよね。それよりも出て、ツーアウト二塁でも糸原とかでも方が、ヒット打ってる確率がすごい高いバッターだから、というふうに、これは個人的な意見です。もう今日は高橋のピッチングに尽きるかなと思います。1安打。いくら巨人の打線が打たないって言っても、相変わらずストレートのコントロール、どのボールも見事というふうに思います。フォアボールは出してるけども、本当に要所要所できっちりコースに投げ切れてるっていうのが、やっぱり高橋のいいとこかなと、そんな感じに見えました。あとは打線の方も、今日も山口も良かったと思う。やっぱりストライクを先行したりしてたし、要所要所でフォークボールもいいところに投げ切れてたんで、うちあぐんだのもあるけども、でも最終的に9回にやっぱり中野が出て、近本が出て、あそこでツーアウトになってダメかなと思ったら、途中から出てる板山があんなホームラン性の当たりを打って、あそこでもやっぱり若干半速球まではいかないけど、遅いボールを投げてくれてよかったなという感じで、真ん中の本当に打ってくださいみたいなボールが来てくれて、それをしっかり打てたっていうのが、今日の勝因かな。その後の木浪も続いて、レフトオーバーしっかり打てたし。3点、1対0でも多分勝ったと思うけど、3点入って、これでまた甲子園に帰って、いい試合ができるかなと。でもやっぱり打線的にはちょっと、マルテとかは、あんな初球2球目でポンとフライ打ってるよりはちょっと寂しいかな。ホームランボールだったけども、やっぱりショートフライに終わった。あそこはちょっと走るのが見えるから、やっぱもう我慢してセカンドでタイムリーっていうのを狙ってほしかったなというのも、あれももったいないなというふうな気がしました。やっぱり足があるランナーが出てるんで、やっぱり外国人であっても走るのが見えるから、
やっぱりワンボールからだったんで、あそこ1球待ってほしかったなと。まあそういうところも、こう、細かい野球にやるとなると、ちょっと我慢してほしい場面もやっぱりあったし、どんどんもうちょっと走れる場面もあったけど、なかなかスタートをこの2人切らないので、なんでかなっていうのも、まあ疑問に思ってるところも少しあるんだけども、やっぱりセカンドに、今日の山口のクイックくらいだったら、あの2人だったらいつでも走れるそうな感じもするんだが、最後はね、やっぱり牽制でだいぶ出たけども、それでもあれくらいのクイックだったら、中野、近本だったら十分走れるかな。やっぱ今日は塁にも出てたし、やっぱ走んないと連打続かないんで、やっぱ前半みたいに走って、セカンド行って、点を取るっていう野球にもう一回戻ったらどうかなというふうな感じもします。まあ今日はもう、なんて言っても高橋のピッチングだと。梅野よりは、やっぱりインサイドのボールも少ないし、やっぱりそういう外とかの方が、こう、ちょっと多めに、まあ、ピッチャーも結構首振ってるんだけども、まあ、外の変化球みたいのが若干、梅野よりは多いかなっていう気もするけどね。あとは、だからいつも言うみたいな、そのピッチャーが投げ切れるか投げ切れないかってことになっていくんだけども、本当に、まあ、前半からもそうだけども、まあ、インサイドがすごい多いのかなっていうのは全然気になってるところであったけども、やっぱり、まあ、ヒットも出てるし、ホームランも打ったし、まあ、今の梅野もたまにヒット打ってるけど、打線の打撃の方も今一つなんで、やっぱりだったら抑えてる坂本の方を選んでるのかなという気もするんだけども、で、まあ点数も取られてないし、そういうとこかなっていう気がするんだけどね。あれが前半みたいにもう本当に得点圏の打率が4割くらい打ってたら、また今の打線的には打つ方を選んで使うのかなと思うけど、まあ今の最近の梅野の、打撃見る限りは、まあリードの方を優先してるような気がするんだけど。3試合多く残ってるから、そこを、まあ、勝ってやると1.5差が開くってことなんで、ヤクルトが勝っちゃうとね。まあ、その分も、やっぱり、負けてる時に勝っていかないと、今日もまあ言ってたけど、1個負けることによって、阪神は全部勝たないといけない。ヤクルトは5割でいいっていうくらいの計算になってしまうんで、やっぱりもう阪神はもうずっと負けられない試合って思ってやんないといけない。もうゲーム差とか関係なく、もう1個負けたらもう3ゲームくらい差が開くくらいの感じになっちゃうんで、その辺はもう、2ゲームだからとかいうことじゃなくなっていくのよね。だからもう、本当に全部、甲子園帰って、ヤクルト当たるまでに全部勝っといて、ヤクルトがどこでこう失敗するかを待たないといけないかな。で、甲子園で2連勝できれば、まだ望みあるかな。まあ、阪神は、あとはもう本当に、もう優勝するにはもう負けられない。もうそこしかないので、まあ、頑張ると。欲しいなと思うし、まあ、またこれ CS になったらまた変わるからね。やっぱり巨人は優勝経験が多いチームなんで、その辺もちょっとは入れて戦わないといけないかな。向こうの方がやっぱりこう優勝経験者が多いんで、その辺だけになってくれる。もうでもそういう話になってくるよね、もう。まあ順位も決まってるしね。まあ本当に阪神が逆転するったら、本当にもうあと、もうほんのちょっとしかチャンスないと思うのよね。だからまあ巨人、阪神やって、ヤクルトにどっちが挑むかっていうところに収まっていくかなという気がします。